ましたか発表する宿題があるんだけど、とびっきり楽しい話をみんなにしたいんだ。だから兄ちゃんに手伝ってほしいんだよね。やったー。それじゃあまずは海に行こう。出発。到着。さて何をして遊ぼうかな。あれ、なんかあそこにたくさん人がいるね。なんだろう。行ってみよう兄ちゃん。何何、真夏のビーチサッカー大会。わー楽しそう。みそぎも出たい。兄ちゃん一緒に出よう。ごめんね、今から決勝戦だからちょっと遅かったね。来年メンバーを集めてチャレンジしてよ。優勝者には豪華賞品も用意されてるから。来年じゃ宿題に書けないよ。ないぞ。俺のもなくなってる。どういうことだ。君たちは決勝に進んだチームじゃないか。一体どうしたんだい。ユニフォームがないんだ。確かにここにしまっておいたはずなのに。なあ主催者さん、試合開始の時間遅らせてくれないか。その間に必ず見つけてくるから。無茶言うな。聞こえるだろうこの歓声が。土壇場で遅れるなんて言えるわけないだろう。兄ちゃんとみそぎでビーチサッカーできないのは残念だけど、宝探しみたいで楽しそう。ねえねえおじさん、ユニフォームってどんなの。みそぎたちが見つけてあげるよ。ユニフォームといっても水着なら何でもいいんだが、例えば今君たちが着てるようなね。わかった。じゃあ兄ちゃん探そう。お客さんもしびれを切らし出してる。すまないがもうこれ以上は待てない。まあそうだな、わかった。なあ美咲ちゃん、俺たちの代わりに試合に出てくれないか。出たい。でもいいの。一緒にユニフォーム探してくれて嬉しかったよ。で、こいつとも相談して代わりをお願いするならぜひ君たちにってね。ああ、でも相手は大人だ。大丈夫かい。兄ちゃんとみそぎならへっちゃらだよね、兄ちゃん。そうだよ、兄ちゃんがいてくれたら百人力なんだ。だから安心して応援してほしいな。わかった、チームメイトには伝えておく。俺たちの代わりに頑張ってくれ。皆様大変長らくお待たせしました。ただいまからビーチサッカー大会決勝戦を行います。なお諸事情により選手の交代をお知らせします。急遽参戦してくれることになったこの2人、みそぎ選手たちに大きな声援を。おお、すごい応援。あっちのおじさんたちと戦うんだよね。楽しみだな。はあ、なんだあのガキ、代役だと。不戦勝の話をしてこねえからおかしいと思ったら。兄貴どうするっすか。まあいいじゃねえか、くだらん余興に付き合ってやるさ。
どうせ相手のエース2人は出られねえんだ。俺たちの勝ちは決まったようなもんだからな。あ、始まるみたいだね。急ぎが初めにボール蹴っていいの？やったー、ありがとう。よし、じゃあ行くぞ。それ兄ちゃん、なんで急に飛び出してきたの？顔に当たっちゃったじゃん。大丈夫？顔真っ赤だよ。なんだそれ、ただの間抜けじゃねえか。どんな素人だぜ。みんなに笑われてるよ。兄ちゃん、もうちょっと真面目に。あれ、兄ちゃんの顔に当たったボールがそのまま向こうのゴールに。うわ、ゴール、やった兄ちゃん、すごいすごい。みそぎたちが先に点取ったよ。あ、もしかして今のは相手を笑わせて油断させるスーパープレイ？そうなんだ。でもたまたまで1点取っちゃうなんて逆にすごいよね。よーし、みそぎもシュート決めちゃうぞ。それ！チェ、こんなガキに負けてたまるか。ロイ、仕掛けるぞ。了解っす。わい！すごいっすね。前が見えないよ。ああ、みそぎちゃん、ボール取られちゃった。っていうか今わざと砂を蹴ってなかったか。にゃはは、俺が決める。パスよこせ。おら、これで同点か。でもまだまだこれからだよね。よし、気を取り直していく。うわ、また、ああ、ボール取られちゃった。逆転逆転、優勝賞品は俺らのもんよ。兄ちゃん見た？あのおじさん、わざと砂を蹴り上げてたよ。そっか、向こうがいたずらしてるならこっちもお返ししないとだよね。みそぎはもっともっと面白いいたずらをお返しするよ。よし、行くぞ。あのガキ、また素直に突っ込んできやがった。じゃあさっきと同じようにバレねえように、砂ぼこり。これでまた見えねえだろ。じゃあボールをいただ。うわあ、消えた。どこ行きやがった。何？砂ぼこりより高く飛び上がった。てかなんだこの紙吹雪。おい、あれ見ろ、びっくり箱だ。そうか、みそぎちゃん、びっくり箱のバネを利用してあんなに高く。すごいぞみそぎちゃん、そのままシュート決めちゃえ。よし、見てくれたよね。ありがとう兄ちゃん。
ぜ。てめえ何やってんだ、ガキに小細工で負けやがって。負けたらシャレになんねえぞ。敵のユニフォームまで隠したのによ。ああ、それ言っちゃダメっすよ、兄貴。よそ見してると逆転しちゃうよ。くそー、小細工はなしだ。待てー。わ、早い、追いつかれちゃった。なんだよおじさん、ちゃんとやれば強いじゃんか。でもみそぎたちは負けないよ。兄ちゃん走って、ここだ、パース。いけ、な、バナナの皮ですっ転んだ。こんな大事な場面で何やってんだよ。大丈夫、兄ちゃんそのままシュートだよ。ゴール、さすが兄ちゃん、弾丸シュートが炸裂。そんなバカな、転んだ勢いを利用してシュート力を増幅させやがった。まさかこれも狙ってたのか。そうだよ、兄ちゃんならみそぎのトラップにかかってくれるって信じてたからね。完敗だな、潔く負けを認めよう。やっぱりミサギと兄ちゃんのコンビは最強だね。これ隠してたユニフォームっす。本当にすまねえっす。終わったことだ、もういいよ。その代わりもう卑怯な真似はするんじゃないぞ。正々堂々やればあんたら強いんだからよ。すまねえ、俺が卑怯な真似させちまったんだ。今回の優勝賞品どうしても欲しいと彼女にせがまれてな。それでは優勝チームには賞品が贈られます。賞品はこれだ、どうぞ。わあ、なんだろう、きっとすごいお宝に違いないよね。ワクワク。夏の視線を独り占め、超高級グラマラスビキニの男女ペアセット。ん？何これ、グラマラス、なんだかわからないけどこんなのいらないよ。おじさんこんなのが欲しかったの？みそぎいらないからおじさんにあげるよ、いいかな。ああ、俺たちもいらないから構わないよ。何？いいのか、ジョーちゃん。ありがとう、オンに切る。おー、グラマラス。サッカーもいたずらもできて楽しかったね、兄ちゃん。小さい船がある、あれに乗れば行けるよね。レッツゴー。
うまい。年代物のワインは深みが違うな。そしてこの贅の限りを尽くしたフルコースも素晴らしい。おや、どうした？せっかくの料理に手をつけてないじゃないか。おいおい、たまの休みにお父様とバカンスに来てるんだ。もう少し機嫌よくしてもらえないかね。お邪魔します。海賊。おい傭兵ども、ひっ捕らえろ。た海賊ミソギたち海賊じゃないよ。あのね、ミソギと兄ちゃんは船に乗せてもらいたくて来たんだ。ねえ、これおじさんの船？すっごくかっこいいね。これなら嵐も乗り越えれそう。行くぞ、ミソギ探検隊。こら、勝手にダリンをいじるな、この礼儀知らずめ。おい、あの娘、まさかお前の知り合いじゃないだろうな。知りません。よろしい、いつもお父様が言っていることだ。貴族たるもの、付き合う人間は選ばんとな。特にああいう庶民の子供とは遊んではならんぞ。はい。まあ、みそぎと同じくらいの年の子も乗ってるんだね。おーい、こんにちは。ねえ、みそぎと一緒に遊ぼう。何を言うか。おい傭兵、このガキどもをつまみ出せ。はい、握手握手。じゃあ何して遊ぼっか。あ、に逃げて。え、鬼ごっこがやりたいの？でも3人でやっても面白くないよ。わあ、鎧の人に囲まれてる。すまんが、ご主人様の命令だ。さあ、おとなしく捕まりなさい。いいこと思いついちゃったね。私あのオレンジの子供、お嬢様を引っ張って。おい、逃がすな。お兄さん、こちら、手のなる方へ。え、お兄さん、もしかして鬼ごっこ？うん、これだけたくさん鬼がいたら楽しいよ。一緒に遊ぼう。このガキ、娘をたぶらかしよって。貴様らさっさと捕まえろ。クビにするぞ。待て。キャッホー。くそ、止まれ。えへへ、こっちだよ。お尻ペンペン。チェ、証拠剤な。お前ら、四方から囲むぞ。まずはお嬢様から保護するんだ。みそぎに任せて。それ。うお。バナナの皮トラップ大成功。ほら、今のうちに逃げるよ。ああ、そうだ。いたずらアイテム渡しとくね。はい、みそぎ特製の煙玉だよ。使い方はね。てめえ、その紐引っ張ったら煙が出ちゃうよ。早く鎧のお兄さんの方に投げて。え、うん、それ。あれ、今投げた方って。やっぱり兄ちゃんだ。今は
一緒ね。そこにバナナの皮が。思いっきり滑りやがった。その勢いのまま突っ込んで。うわうわドミノみたいにみんな倒れちゃった。遊んどるのか貴様ら。さっさと立て。くそ、屈辱だ。まさか貴族たる私が庶民の子供に笑われるとは。違う、笑っているのは娘。お兄ちゃん面白いね。そうなんだ、兄ちゃんといるといつでも笑顔になっちゃうんだよ。血だらけだぞ。今のうちにお嬢様を。待て、もういい。私が間違えていたようだ。君、みそぎちゃんと言ったかな。その礼を、君に礼を言わせてくれないか。娘を笑わせてくれてありがとう。何それ。お父様。お前にも話したことはなかったかもしれんが、私も元は庶民の出なんだ。たまたま商売がうまくいき大金を手にした私は、憧れだった貴族街に家を建てることができた。しかしどれだけ豪華なものを手に入れても、本物の貴族の気品は手に入らなかった。だからせめてお前にはと厳しくしつけたが、今の笑顔を見て私が間違いだったと気づかされたよ。そこでなんだが、みそぎちゃん、もしよければうちの娘と友達になってやってはくれないだろうか。お、いたずらの楽しさに気づいちゃった。じゃあ今度は一緒に落とし穴掘ろうよ。うん、楽しみにしてるね。みそぎちゃん。親が出る幕じゃないか。お腹鳴っちゃった。だってさっきからすっごくいい匂いがしてるんだもん。ああ、食事の途中だったんだ。料理はたくさんある。君たちも一緒に食べよう。いいの？ありがとう。わあ、こんな豪華な料理見たことないよ。とっても美味しそう。でも兄ちゃん、みそぎ食べ方わかんないや。だよね。なんかフォークとかいっぱい並んでるけど。気にするな。食べたいように食べればいいんだ。え？手づかみで？わあ、兄ちゃんも？待ってよ、みそぎも食べる。ふぅ、おいしかった。ごちそうさまでした。ねえ、またみんなで鬼ごっこしようよ。さっきの続き。なんで？消化に悪い？もう兄ちゃん、お父さんと同じこと言うな。みそぎちゃんのお父様はお仕事何してるの？みそぎのお父さんは探検家だよ。船に乗っていろんなところを探検してるの。みそぎも大きくなったら探検家になりたいんだ。ほう、なるほど。だからみそぎちゃんは船に乗りたかったんだな。よし、みそぎちゃんが大きくなって探検家になったら、その時は私が協力しようじゃないか。本当？じゃあ
貸してほしいな。いや、やっぱいい。本物の探検家なら船も自分の力で手に入れなきゃね。探検家、私もなりたい。ねえ、みそぎちゃん、いつか私も仲間に入れてくれる？うん、いいよ。一緒に世界中を探検しよう。その時はミミと強化と、もちろん兄ちゃんも一緒だからね。よし、じゃあそろそろ鬼ごっこの続きしよう。船で鬼ごっこ。うん、これも楽しい思い出になるね。ここのトロピカルジュース知らないの？今ランドソルの女の子の間で大ブームになってるのよ。ほら、この本にも特集されてるわ。本当だ。すっごく美味しそう。兄ちゃん、みそぎも飲みたいな。うん、楽しみだな。この味もちゃんと夏休み思い出として発表しようっと。まだいっぱい並んでるね。暇だから兄ちゃんにいたずらしていい？じゃーん！水鉄砲にみそぎ特製の激辛水を仕込んでみたんだ。握るところにビリビリ装置を仕込んでたんだ。じゃあ次のいたずらは、もういたずらの道具なくなっちゃったよ。まだ？はあ、もう喉カラカラ。でも次は前のお姉さんの番だよ。みそぎたちももうすぐ飲めるね。そんな、これが飲みたくて3時間もかけて田舎から出てきたのよ。すみません、材料切れで今日はもう作れないんです。うちのトロピカルジュースは入り江の洞窟の先でしか取れないとても貴重なフルーツを使ってまして。飲みたいよね。どうにかして飲む方法ないのかな。そうだね、きっと作ってもらえるとは思うけど。でも貴重なフルーツか。まるで宝物みたいだね。宝物。そうだ兄ちゃん。ねえ、なんとかならないの？そうだ、例えばそのフルーツを取りに行くとか。それは無理です。何せあの洞窟には魔物が出ましてね。早朝の限られた時間、魔物が眠ってる時しかフルーツを取るチャンスがないんですよ。そういうわけで申し訳ございません。後ろに並んでくれてたお嬢ちゃんたちもごめんね。あれ？いない。もう帰ったのかな？洞窟発見！おじさんが言ってた入り江の洞窟ってきっとここだよね。
宝探しならみそぎ探検隊にお任せだよね。洞窟を探検して貴重なフルーツ探し、ワクワクしちゃうな。何より兄ちゃんも一緒だし、兄ちゃん絶対フルーツ見つけようね。うん、離れないようにちゃんとみそぎの後をついてきてね。響くね、面白い。そうだ、ここで爆竹を鳴らせば。それ。うわあ、うるさい。ん？音が聞こえる？本当だ、なんだろう。わあ、コウモリの群れだ。ごめん、起こしちゃった。助かった。あ、ここ水が溜まって湖になってる。そうだ、兄ちゃん泳げないんだよね。どうしよう、何かないかな。ねえ兄ちゃん、この吹き戻し笛使えないかな。これ使えば水の中でも息できちゃうかも。大丈夫、上を向いてゆっくり息してこ。危なくなったらみそぎが助けてあげるから。面白い音。ゴボゴボゴ。笑っちゃってみそぎが溺れちゃうとこだったよ。でも湖は越えたね。次は何が待ってるのかな。あ、ここ天井からトゲがいっぱい生えてるよ。確かお父さんが言ってた鍾乳洞だっけ。そうだ、これに切れ目をつけておいて、兄ちゃんが通るとトゲが落ちてくるいたずらはどうかな。え？なんでもないよ。で、兄ちゃん、あっちの方光が見えない？きっとあの先にお宝があるんじゃないかな。だよね。よし兄ちゃん、あそこの光まで競争しよう。位置について、よーい、ドン。みそぎのスピードについてこられるとは、やるな兄ちゃん。え？あそこの木になってるフルーツ、ここまで甘い匂いがしてくるよ。きっとあれで間違いないよね。キャッホー、お宝発見だ。やったー、これでトロピカルジュース飲めるね。じゃあみそぎと兄ちゃんの分もらっちゃおうか。
これは驚いた。君たち2人で取ってきたの？魔物は出なかったかい？出たけど、兄ちゃんのおかげで逃げられたの。かっこよかったんだよ。え？確かにあの水鉄砲はみそぎのだけどじゃあ2人のおかげだね。はあ、無事で何よりだけど、子供たちだけで危ないことはしちゃいけないよ。でもよく頑張ったね。じゃあジュース作ってあげるからちょっと待っててね。うわーすごい。まだ飲んでないのにほっぺが落ちちゃいそう。ってちょっと兄ちゃん、どうしたの？よそ見して。あの人、みそぎたちの前に並んでたお姉さん、ちょうど売り切れちゃってこれ飲めなかったんだよね。ねえ兄ちゃん、トロピカルジュース一つお姉さんにあげよっか。みそぎは兄ちゃんの一緒に飲むのでいいや。その兄ちゃんがよかったらだけど兄ちゃんならそう言ってくれると思ってた。じゃあお姉さんに渡しに行こう。おーい、お姉さん。あー、おいしい。本当になんてお礼を言ったらいいか。お礼なんていいよ。だってみそぎ、兄ちゃんと探検できて楽しかったもん。あのね、たくさんのコウモリに追いかけられたり、湖の中を進んだり、鍾乳洞のトンネルをくぐったり、最後は宝を守る魔物に襲われたり。それは思った以上にすごいわね。無事でよかったわ、小さな探検家さん。うん。お姉さん喜んでくれてよかったね。よし、じゃあみそぎたちも飲んじゃおう。はい、こっち兄ちゃんのストローね。いただきます。いたおでこごっつんくしちゃった。気を取り直していただきます。痛いってば。もういいよ、普通に飲むからね。せーの、いただきます。兄ちゃんおでこ真っ赤。ああ面白かった。ねえ兄ちゃん、次は遊び足りない。はいや。前。ね、眠くない眠くない。兄ちゃん、水鉄砲返して。ビビビ。しびれろ。でもこれでまだまだ起きてられる。違う、スイカはそっちじゃないよ。もうちょっと右。ああ、行き過ぎ。
のまま真っ直ぐ。やったー、落とし穴大成功。穴の中にお水いっぱい溜めてたから痛くなかったでしょ。はい、兄ちゃん引っ張ってあげるから手を出して。次もびしょ濡れ。今日は海でいっぱい遊べて楽しかった。まだだよ。だって最後のお楽しみが残ってるじゃんか。夏の海といえばくれたんだ。いろいろ種類があって面白いんだよ。これはね、途中で色が変わるやつで、こっちのはパラシュートが飛び出すの。でもってこっちのネズミ花火はすっごい速さで回るんだ。でもみそぎの一番の楽しみはこの超特大打ち上げ花火。いろんな色の花火がどんどん打ち上がってすごい迫力なんだ。早くやりたいな。お日様が沈むまでもうちょっと我慢だね。雷だ。わあ、雨も降り出した。土砂降り。バケツの水ひっくり返したみたいだね。みそぎは雨で遊んじゃおうっと。今日は水着だから濡れても平気だもん。ほら、もっともっと降っちゃえ。キャッホー。楽しいよ。兄ちゃんも着なよ。ほら、ドンドンドン、ふりふりふり、雨降り、土砂降り、ふりふりふり、ふりふり踊るよ。ザーザーザー。適当。ほら、兄ちゃんもやってみなよ。雨降り、土砂降り、ふりふりふり、ふりふり踊るよ。ザーザーザー。いいよ。雨降り、土砂降り、ふりふりふり、ふりふり踊るよ。ザーザーザー。見たいだけじゃん。ほら、兄ちゃんも一緒に。はい、フリフリ。いいよ、その調子。フリ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 。雨でも兄ちゃんと一緒なら楽しいな。すっかり雨上がったね。それにちょうどお日様も沈んだよ。よし、兄ちゃん、そろそろお待ちかねの花火。うわー、花火全部濡れちゃってる。雨で遊ぶのに夢中で花火のことすっかり忘れてた。はー、雨で遊べたのは楽しかったけど、花火はちょっと残念だったね。え？そっか、兄ちゃんと遊べるのは今日だけじゃないもんね。次の楽しみ。じゃあ兄ちゃん、次は一緒に花火しようね。そんでそんで、もし花火ができちゃったら、その時はまた次の楽しみを増やそう。兄ちゃん、来年の夏もその先の夏もずっとみそぎと遊んでほしいな。おい、お疲れ様。みそぎちゃんとの夏の思い出はどうだった？水着だから雨降りでも楽しんじゃおう、なんて。
みそぎちゃんのポジティブさって素敵よね。まあ花火はできなかったみたいだけど、みそぎちゃんならできなかったってことですら楽しい思い出にしちゃいそう。ま、あんたと一緒だから何でも楽しいって思えるんだろうけど。はい、じゃあそろそろ夢から覚めるみたいよ。またね。はい、明るくなってないよね。急ぎ寝ちゃってたのか。そういや夢に兄ちゃんが出てきたんだ。夢の中でも急ぎといっぱい遊んだんだよ。楽しかったな。兄ちゃんも同じ夢を見たの？そういえばこんなこと前にもあった気がするね。不思議。あ、いたいた。あ、ジュース屋で並んでたお姉さん、どうしたの？君たちにトロピカルジュースのお礼がしたくって。はい、これ花火なんだけど受け取ってくれる？って言っても手持ち花火が少しだけしかないんだけど、本当はもっと派手なのプレゼントしたかったんだけど、近くのお店は売り切れちゃってて。そんなの全然いいよ。花火ができちゃうなんて最高。お姉さんありがとう。そう言ってもらえてよかったわ。じゃあまた会いましょうね。花火やろうよ。綺麗。兄ちゃんの方も綺麗だね。じゃあ次はこれにしよう。はあ、楽しかった。あっという間になくなっちゃった。残りは線香花火だけになっちゃったね。そうだ、どっちが長くつけてられるか勝負しようよ。先に消えちゃった方が負けね。でもそれだけじゃ面白くないから、負けた方は何でも言うこと聞かなきゃいけないってことにしようよ。そんなに震えないでよ。どっちも無茶なことは言いっこなしね。じゃあせーので火をつけるよ。せーの。ついた。よし、負けないよ。見て見て、みそぎの花火の方が勢い強くてかっこいいよ。あ、そうか。じゃあ収まれ。勢い収まれ。綺麗だね。みそぎ、大きくて派手な花火が好きだったけど、線香花火も大好きになっちゃった。ちっちゃくてもパチパチって光ってて、なんだかずっと見てたくなるよ。ああ、あと半分くらいで終わっちゃうな。線香花火も夏休みも終わらなきゃいいのに。みそぎ、ずーっと夏休みがいいな。そしたら今日みたいに兄ちゃんとずーっと遊んでられるのに。ずっとずーっと。兄ちゃんもそう思うでしょ？え？まあ、それはやだ。だってみそぎは大きくなって探検家になるんだもんね。やっぱ今のなし。ってそんな話してたらもう消えちゃう。消えちゃったね。兄ちゃん見た？消える前が一番ピカピカってしてて綺麗だった。このことも夏休みの思い出で発表できるね。
でも勝負はみそぎ負けちゃった。くそー、勝ちたかったけど約束だもんね。兄ちゃんのお願い聞かなきゃだな。え、兄ちゃんの方が先に落ちちゃってたって？本当？途中から自分の方しか見てなかったから全然気づかなかったよ。黙ってれば兄ちゃんの勝ちになってたのに。本当に素直だな、兄ちゃんは。でもそういうことならお願い事はちゃんと聞いてもらうよ。実はね、初めから決まってるんだ。みそぎね、今日兄ちゃんとずっと一緒ですごく楽しかった。だから来年の夏もその先の夏もずっとみそぎと遊んでほしいな。やったー、兄ちゃんはずっとみそぎの兄ちゃんだからね。